高根城は、静岡県浜松市天竜区三作坊町児頭方に、あった山城である。東東海国と信濃国の国境に近い。両国を結ぶ秋葉街道を見下ろす久し頭合いの山頂、標高420メートルに位置する。高根城の近くで河内川が三作坊川に合流し、これを自然の堀として利用した。欧二21年、五代醐天皇の孫。 陰陵新能を守るため、地元豪族、奥山金吾制定則によって築かれ、水保川対岸には、新能のための仮り宮が建てられた。戦国時代には、駿河今川氏に属したが、今川氏が衰退すると、武田信玄の東東海信仰が始まり、永六十二年上主奥山民部将遊、佐田の時、隕石関係にあった新州東山氏に攻められ、落城した。 落城後、武田方により改修が行われ、1572年の東東海振興においては、武田軍の拠点となった。長篠の戦い後、武田氏の東東海からの撤退により、廃城となった。2001年に、本極林部分に、青牢櫓、殿も、城門などが復元され、武田時代の山城の様子を見ることができる。浜松市三作坊民族資料館には、 高根城についての展示がある。演習七不思議の一つに、池の平らに七年に一度だけ出現する、幻の池伝説がある。これは、高根城落城で殺された城主の妻の涙が湧き出たものと伝わる。ウィキメディアコモンズには、高根城に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。